おお、来たー、初のエスターク、早速ですね。うー、銀世界じゃない？うーふー、銀世界ですよ、ね。お、やった、僕ね、サソリ1個持ってるんで、ほんと嬉しい。はい、どうも、皆さん、こんにちは、もみけんです。じゃあ、今からね、ガチャ、魔王フェスのガチャね、やっていきたいと思います。今、魔王はね、3匹です、私はね。先日、竜王とピサロが当たったんで、それまでね、ほぼ100日ぐらい、ゾーマを使ってました。まあね、そんな感じで、今ね、始まったとこなんで、魔王フェス、1万円、朝ね、突っ込んで、1万円っていうか、9000円ぐらいで、おっと当たっちゃった。9000円くらいでヤフオクでね、1万円分買ったんで、iTunes で。で、iTunes で課金して、で、その後こっちにね、ジェムで移して。で、今1万2000ジェムあるんで、ちょうどね、40連やっていきたいと思います。で、あと無料の分が一つあるんで、41連ガチャやっていきたいと思います。魔王がね、魔王フェスなんで、魔王が、まあ前回2個当たってね、大満足だったんで、今回3つ狙ってね、いきたいと思います。ちょっと強欲ですけどね。はい、ではやっていきましょうかね。まあ普通のね、じゃあ1回目、無料福引きのガチャです。ちなみに、エスタークと、なんだっけ、やっぱり6パーですね。エスターク、あとは魔王シリーズですね。3匹。できればピサロかな。ピサロは星つけたいですね。魔王の中でもこいつはちょっといらないかな。こいつは欲しい。6のボスは欲しいですね。まあできればね、ピサロ。ピサロがね、当たれば嬉しいかなと思います。はい、じゃあ無料の分まずね、引きましょう。よろしくです。お願いします！ 1 個目、来い！はい。ある意味、魔王張りのね、太ももを持ってますけどね。はい、じゃあ、早速ね、こっから40連、初の40連ですね。今まで20連が最高かな。はい、じゃあやっていきたいと思います。楽しみですね。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ10連。いやー、魔王来ないかな。はい、やっていきましょう。ここにね、かけたいですね。1万円突っ込んで40連。はい、じゃあ金来い。おっと、金1個。金1個ですね。その前も B とか来ないかな。おお、来たー、初のエスターク、早速ですね。やっぱ魔王フェスは課金する価値ほんとありますよね。びっくりやなー。魔王フェスだけにしようかな、金使うの。しかも顎も出ましたね。顎がね、これで星2になります。私結構ね、操る好きなんで、結構いいかなと思いますけどね。あ、じゃあ今回は10連中、まあ嬉しかったのが、まあエスターク。ほんと嬉しいな。金が出るとほんとテンション上がりますね。金の確率がほんと上がってる。しかも S なんでね。じゃあこれ1個目。あと2匹。銀世界じゃない？銀世界。ここで銀世界か。いやー、課金してて銀世界ってきついっすよね。これ見てください、この。ブザマー、これ3000円っすよ。これで、ね、美味しいランチね、おごれますからね、友達今ね。ご飯行こうよ、で3000円でね。はい、じゃあ行きましょう。30連目。来い、金来い、来いよ、マジで。お、1個来た、2個来た。いや、来い、金来い。お、あー、初めてだな。こいつか。ハヌマーンですね。まあ、微妙だな。いらんな。S っちゃ S ですけどね。お、やった！僕ね、サソリ1個持ってるんで、ほんと嬉しい。これでね、ライトボディーガードでしたっけ？ライトメタルボディーか。が強化されますね。まあ、これ嬉しかった。しかも S2 個ですんでね、結構やっぱり、確率上がってる感じしますよね。はい、では最後ですね、12000円あったのが、もうあと3000円だけ。じゃあこれ使ったら90ゴールドか、薬草も買えないですね。スタミナ層も買えないな。はい、じゃあ最後ね。いや、初の40連。期待したいですね。ピサロ来い。おし、金来た。1個だけか。魔王来い。はい、エスターク2つ目。プラス早速ね、星1になりましたね。はい、じゃあ今回の、天空シリーズなんでね、確率が上がってるとはいえ、エスターク2つ出ました。まあこれでね、結構主戦力になるのかなと。いきなりね、エスターク出た割には、早速ね、レギュラーに入っちゃいましたね。はい、というわけで、今回の12000円分使ったのは、エスターク。こいつがね、星1。あとは、ハヌマーンが1匹と、あとはなんだろう。もう一回ちょっと確認しましょうか。提供割合じゃなくて、こっちだ。地図を確認しましょうか。
やっぱ3つだけか。あ、あとは出た、メタルスコーピオン。メタルスコーピオンやっぱレギュラーだな。それプラス、エスタークがレギュラーで、全部魔王で、あとはこれっていうのもいける。すごいな、この地図の充実っぷりが。はい、というわけで、まあね、僕のフレンドさんね、すごかったですよ。あのね、ここで一面金で、何回回したんですかね。100とかザラ、200ぐらい回したのかな。やっぱ金使うとこみんな使うんだなぁと思ってね、驚きでしたけど、まあ、そういうので、ね、刺激受けてるかもしれないですけど、今回ね、エスターク2個、どうでしたかね。結構ね、エスターク2個良かったんじゃないですかね。40連。まあ1万円使って、これか。まあ10万使っても魔王出ないって、のが普通のね、ガチャなんで、その中でね、やっぱ魔王フェスっていうのはお得なのかなっていうので、魔王フェスで今回トータルで4匹出ましたね。はい。というわけで、まあまあ、割と満足かな。まあでも1万2000円って結構、1万2000円っていうかね、1万円って高いんでね。まあそれ考えるとまあ、こんな感じでね、まあ楽しめて、結構やっぱ僕キャバクラとかあんま行かないんで、風俗行かないんでね。まあ10万とかね、ザラですもんね、そう行く人とかね。まあまあ大人のね、趣味だと思えばいいのかなって感じですね。まあまあ、数少ない趣味の中の一つと、じゃあこの中でね、魔王をちょっと掘り込んで、あ、そっか、まだ、旅行かせてないですもんね。はい、というわけで、今回、魔王フェス、星1がつきましたんで、今後ね、まあ、次回の動画ではね、スターク鍛えて、友達バトルとかね、その辺を見ていきたいと思います。まあ、魔王がね、揃ったんですけど、やっぱもう、ちょっと上のレベル、上級レベルになると、もう、さすがに星がないとね、やっぱちょっと弱いなっていう、まあまあ、あんま大きい声じゃ、言っちゃうとあれなんですけど、やっぱそうなんですよね、友達対戦とかで、やっぱ同じようなレベルのね、200手前前後、その辺のね、人たちと戦うと、魔王でもね、一発で狙われたりするんで、やっぱ星なのかなっていうのでね、やっぱ、ね、上手ですね、スクエニのね、芝さん、千葉ね、プロデューサーお二人やね。っていう感じしますね。はい、では、今回ね、結構ニコニコな、魔王フェスでした。まあ、さすがに40年となるとね、もう、ちょっと今回後半もね、これで終わりたいと思います。トータルで、60ぐらい回したかな。60回ぐらい魔王フェスは回したと思うんで、その中で60以上かな。70ぐらい回したかな。70ぐらい回して、魔王が4匹。まあまあ割と良かったのかなという感じしますけどね。あ、じゃあおしゃべりが多い、この動画になりましたけどね。皆さんいかがでしたでしょうか。またね、後半引いたよっていう方ね、コメント欄でね、また魔王当たりましたとか、銀世界でしたとか、僕も銀世界あったんでね。はい、じゃあそんなコメントいただければね、嬉しく思います。まあ、最後まで見た方、よかったら高評価ね、押していただければね、嬉しいです。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼しまーす。じゃあまたね、動画ね、ガチャ動画だけ楽しみしている方はね、次回ちょっと先になるかもしれないですけどね、2週間ぐらい先かな。はい、失礼しまーす。またまた。